はい、皆様ごきげんよう。ナイツク新刊紹介のお時間です。司会は私、野菜はなるべく有機野菜を買うようにしている太田が担当させていただきます。よろしくお願いします。はい、今回は10月に出版されました川出処方新社より出版されましたホームレス農園命をつなぐ農を作る若き女性起業家の挑戦をご紹介したいと思います。この本を担当された岸さんにお話を伺いたいと思います。岸さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、まず最初の質問になるんですけれども、はい、この本はどういった経緯で制作されたものですか？はい、この本の、まあ、著者であるその小島清子さんという方がその、まあ、女性でありながらその農業のビジネスをこう立ち上げて進めている、まあ、あの方なんですけれども、まあ、この方とたまたまの縁でこのうちの会社がつながりができてね、でぜひあの本を出したいというふうなお話をいただいたものだから、あのでまたお話聞いてるとすごい面白かったんで、これはぜひその本にするべきだっていうふうなところから始まって、はい、川出処方新社さんと、本を出すという形になったの、はい、やっぱりそのテーマがテーマだけにすごい大変なところもあったと思うんですけど、うん、なんかね、うん、結構ね、まあ、タイトルがホームレス農園っていう言い方してて、はい、結構ねこうドキッとするような名前だったりするんだけれども、はい、ね、なんかすごいホームレスの人たちがどうなってるんだろうって、ね、感じにもなるかもしれないんだけども、はい、あの読んでもらうと分かる通りすごく小島さんがすごい情熱的な方 で一度 これだと決めた人は絶対に曲げない人でね、で本当にこう何も知らないゼロからあの全部農業とかも勉強して、はい、で別に会社のビジネスとか経営学とか知ってるわけじゃないんだけども、はい、あの仲間と一緒にこう会社を作って、あといろんなその、ね、ホームレスの人とかニートの人たちとかも雇って仕事を覚えさせてってことをやる人で、すごくエネルギッシュだしね、前向きな方なの。でそういうことがすごく紙面でもすごく出てくるし、この人 その人生そのものがもう本当にね、もう体一つでこう壁にぶち当たっていくみたいな感じの人だから、読んでいて本当にねこう応援したくなるっていうか、本当になんか勇気をもらうような感じの人なんだよね。だからでもやっぱりその一方 でやっぱその人の話だけじゃなくて、やっぱりどうしても、まあ、どうしてもって変な言い方変なんだけど、やっぱりホームレスの人を雇ったりとか、ニートの人とか生活保護者の人の話が出てきたりして、はい、やっぱりなかなかうまくいかなかったりとか、やっぱり難しい、どうしてもやっぱり越えられない壁が出てきちゃったりとか、あとやっぱりそういう小島さんの話とは別にね、そういうその日本の雇用の問題とか、やっぱりこう、やっぱり農業問題みたいなね、日本 その将来の農業どうなるんだとか、そういうような話も入っているんで、なんかこう読者に楽しい話を提供したい一方で現実はこういうことが起こっているっていう、その塩梅っていうかね、バランスをどこまでこう保てばいいのかな、どこまでのことを伝えていいのか悪いのかっていうところが、あのやっぱり本にする中で一番苦労した点っていうか難しかった点ですね。はい、そうシビアな問題でもありますよね。うん、あのそういうこともきちんと書かれてあるんで、すごくそういうこともよく分かる内容になってると思います。そう、読み物に近い。あ、もうね、読み物完全に、はい、うん、でこうやってね表も入ってて、いろいろその、ね、さっきも言ったけれども、その今、ね、農業にその就職する人たちの実態はどうなのかっていうような、あのなるべく新しい情報を入れていたりとか、あと結構女性が農業にも進出してるケース結構多い、割と増えてきてるらしいのね。でそういったこともきちんとデータを踏まえて説明もしたりとかしてるし、でね、ホームレスの人たちでなんでそういうふうにホームレスになっちゃうんだろうっていうようなことも考えさせられるようなことも扱ってるんで、すごくね、あの一人の女性のこう奮闘記だけではなくて、いろんなこう角度から読めるものなので、すごくね読んでてねためにもなると思います。こちらの本どういった方に向けてるんですか、うん、読んでいただきたいですか。はい、まあ、やっぱり農業にまず興味のある人とかね、はい、で小島さん自身がすごくその野菜作りにもこだわっていて、はい、その農薬とか肥料を一切使わない自然のままの、その農法っていうのにもこだわってる人だから、はい、そういうのにも興味ある人にも読んでもらいたいし、はい、あとはやっぱりね、こう一人の女性が起業したっていうことで、これから起業を考えている人とか、その経営者にとっても
あのその経営一人の経営者がの頑張る姿っていうのは面白いと思うし、あとはやっぱり、ね、これからその社会に出ようとしているその、ね、就活している人とか、はい、その若い人をビジネスマンなんかに飲んでもらってもすごく勇気づけられる本だと思うんで、もうそういう人たちみんなに、ね、読んでもらいたい本です。じゃあこれから本当に頑張りたいなって、はい、うん、思ってる人とかにもぜひ手に取ってほしいですね、はいはい、ありがとうございます、はいはい、こちらのベースモール、失礼しました。川出書房新社より出版されております、はい、ホームレス農園、はい、命をつなぐ農を作る若き女性起業家の挑戦は、はい、全国書店、アマゾンにてお買い求めになれます。はい、ぜひ買って読んでください。はい、以上で、ナイスク新刊紹介を終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。